車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは土方店長です。重症患者です。よろしくお願いします。で、紹介の前に土方さん、いいですか？あ、どうですか？珍しいの来てるじゃないですか。お、気がついてくれました。これ去年ドイツのルーフ本社行った時に買ってきたパーカーですね。はい、です、はいはい、もうポルシェ大好き土方店長で、現ポルシェオーナーですからね、まあ、一応、はいはい、でその土方店長が紹介する車がこちらです。こちらです。はい、でしかも今回はそのカスタマイズ紹介もそうなんですけれども、はい、お車も一緒にそうなんですご制約いただいているということで、はい、まあ、その辺の経緯なんかを聞いていってもいいでしょうか？はい、めちゃくちゃスペシャルな仕様なんで。そうなんですよ。それでオーダーしたのかなと思ったら、はい、奇跡的に出てきた。そうです。新古の1台、はい、それをカスタマイズさせていただいて、これからご納車させていただくと、はい、そうですね。で、そういう場合って、はい、どういう流れになるんですか？車をお客様に選んでいただくじゃないですか。当然なんですけど、そこからオーダーをいただいて、ご予算、色、グレードだったり装備だったりっていうのをある程度の設定をしていただいて、その中で自動車の営業担当が、オークションってあんまり出てこないんで、他の車屋さんだったり業界でそんな車ないのかなっていうネットワークを使って探すか。じゃあ、そうですね、探します。で、お客様とご相談させていただいて、はい、カスタマイズも含め、そうですね、今回完成したということで。そうです。これからご納車させていただきます、はい、で、まず車の方なんですけど、うんうん、はい、車これ992型のターボ S、はい、ターボ S ですね。役付きというか、うん、はい、スタンダードなモデルのもうトップレンジじゃないですか。ですね。値段もこれえぐい金額ですよね。まあまあえぐいですね。で、しかも、はい、今回なんかいろいろちょっと激レア仕様になってるということで、うん、そうなんですよ。カスタマイズ含めその辺見ていきたいんですけど、はい、バンパーこれあれですよね、うん、スポーツデザインパッケージ。そうです。意外と珍しいです。ですよね、はい、というわけで、うん、標準のとちょっと形違うんですよね。違いますね、この辺が、はい、ついてるんで、もう好きな人が見ればパッと、はい、あ、パッケージ好きじゃんですね、はい、でさっき少し聞いてしまったんですけども、はい、さらにここから、うん、土方店長のエッセンスが入ってるということで、はい、そうですね、はい、皆さん気になってると思うんですけど、なぜか911系ってこうフロントのダクト周りって樹脂の素地のままってすごく多いじゃないですか。でも言ってもトップグレードで、はい、しかもオプションてんこ盛りの車なんで、そのまま素地っていうのもちょっと寂しいなっていうので、オーナーさんと話をして、じゃあちょっと素地のところ塗りましょう、でグロスブラックでいきましょうということで、ナンバーベースも含めて黒で統一しちゃいました。これじゃあここのダクトのこの中ですか？はい、ここ、はい、ここ、はい、ここ、はい、ここですね。素地だったんですよ、はい、もうバンパーを外してバラして塗っちゃいました。なるほど、はい、そしてナンバーベースもこれ、そうです、これ定番というか、はい、割とやられる方多いですけど、そうですね、素地の樹脂なんで、ここも一緒に合わせて塗ってしまいました。やっぱりここまでやりきると高級感すごいですよね。かなり出ましたね。さすがやっぱりターボ S まで行くと、うん、このぐらいやると雰囲気も出てバランスも取れる感じ、ね、詳しい方が見るとようやく分かるぐらいのですね、玄人仕様になってる。はい、で今回ボディカラーは、うん、これソリクロっすか？ソリッドブラックです。ソリクロもあんまりないっすよね。すごい珍しいです。で触りたくないじゃないですか。確かに。だからやっぱり皆さん選ばないですから。ですよね。なおさらこういった走る車だと、はい、ソリクロ選ばれるとやっぱり傷が目立っちゃうんで、はい、怖いですから、ね、敬遠されることの方が多いですよね。いやー、ほとんどそうだと思います。なんでこの辺も含めて僕オーダーしたのかと思ったんですよ。そうですよね。そうしたらやっぱり激レア車だという。激レアです、はい、ということで、はい、うん、今回このソリクロボディイベントしてあると。そうです。で先ほどもちょっと触れましたけど、やっぱり傷が気になります。はい、というわけで今回はフルガードなんですよね、うん、そうなんです。これもう動画で毎回伝わるかどうか微妙なところなんですけど、はい、プロテクションが貼ってあると。そうです。これ範囲的にはどこまで貼ってあるんですか？全部です。あ、全部？全部です。じゃあバンパー、はい、フェンダー、ボンネット、あとここから後ろのドア、ピラー、天井なんかも。そうです。全部貼ってある。全部貼ってある。やっぱりここまで貼っとくと安心かな。安心ですね。で特に最近のフィルムって透明度が高いですし、はい、本当貼ってあるかどうかわからないぐらい。本当そうですよね。でこの辺はロゴ入ってるんですけど、この上に貼ってあるんです、はい、そうです。なんか絶妙に文字が浮かび上がる感じの。そうです、はいはい、そんな施工もしてある。はい。で細かいところで言うと、このカーボンのミラーとかもこれ標準じゃないですよね、うん、これ違いますね。はい、この辺もなんかもついてたりとかして、オプションですね。パッと見でもなんかお金がかかってる仕様なのが分かる救急になってますけれども、はい、そんなお車に、うん、もうボンドがご納車させていただくお車ですから、タイホイールが交換されてると、はい、これは知ってますよ僕も、はい、HRE ホイールズのクラシック300、はい、これサイズ的には21インチ、はい、21インチです、フロントが、はいはい、
で、リア22インチ、そうですね、純正1インチずつアップ、はい、こちらが装着されて、これまた激渋っすね。これはオーナー様といろいろ話をする中で、はい、で実を言うと僕もオーナー様とものすごい長いお付き合いなんですよ。あ、そうなんですよ。でお互いにお互いはある程度分かってるのでなるほど、土方こう言ってくるだろうな、はい、オーナー様こう言ってくるだろうな、はい、みたいなところもありつつ、このデザインって昔風に言ってしまうと、うん、BBS の LM みたいなデザインじゃないですか、うん、オーナー様これ大好きで、僕どうなんだろうと思ったんですよ正直。今回そうじゃなくてもうちょっとこうしましょうっていろんな提案したんですけど、最後の最後までオーナー様が譲らなかったです。なるほど、これはこれで入れる。でやっぱり今アメダンで本当にいろんな種類いろんなデザインがあるんで、はい、もう遊ぼうと思ったらいくらでも遊べる。いくらでもできますね。でもちろん複雑なデザインとかもあるんですけど、はい、あえてそこはこの王道のメッシュデザイン、はい、でしかも今回フィニッシュがこれオールブラッシュド、オールブラッシュドにしました。ディスクもリムも全部このアルミの質感が残ってる、はい、もうザ定番というか、そうですね、三層ホイールの、はい、王道の王道です。はい、これだから思うんですけど、うん、多分10年経っても20年経っても、うん、かっこよさが変わらないやつですよね。それ言われるとすごい刺さりますね。あの時あれ流行ってたよねじゃなくて、うん、もういつまで経ってもかっこいいやつ。そうですね。でしかもやっぱり10年20年経つと、うん、乗り手もそれだけ年を重ねるわけじゃないですか、はい、それだけ重ねても多分乗れるやつだと思うんですよ。40代ぐらいこれから作っても60代になっても全然こう乗れちゃう感じを感じました。はいはい、そして今回当然ターボですから、うん、センターロック標準ということで、はい、それに合わせて、そうですね、全部製作していると、はい、もうオーダーの単造ホイールですからね。そうです。 PCD とか、はい、あのセンターロックセンターロックじゃない全然関係なく全部作れちゃうと、うん、はい、そしてタイヤ、うん、組み合わせるのがミシュランということで、はい、そうですね、やっぱりこの辺も一流品、はい、車選択肢もそんなにないとは思うんですけど、まあ、若干しかないので、はい、選択肢もその中では当然こういう選択になってくるの。これ本当激渋っすね。そしてデズラももう名古屋店が作る車ですから、はい、もうつらつらに。そうですね。ただ飛び出ることは決してしない。しないですね。はい、大人なセッティングになってる。はい。ただ今回車高結構低めっすね。意外と低いですか？これ触ってますよね。はい。そうですよね。はい。ターボ S もともと結構低めっすよね。若干低いですけど、とはいえやっぱりこうやってアルミ入れてしまうと高く見えてしまうので、そこは懸念材料だったんでカーベンの HS で車高を下げてます。じゃあ純正ショックを車高超過して、はい、そうです、もう微調整してある、はい、でもちろん冷制御のジャンパーが標準装備ですから、はい、その辺なんかもうまく使えると、はい、これは本当大人っすね。いいですよね。はい、オーナーさんどういう方なのか知ってるんで、はい、もうぴったりのイメージ、はいはい、こんな感じになってて、そしてあとはこことかこの辺に関しては全部、うん、そうです、もうスタンダードですね。もうスタンダードです。スポーツデザインついてるんでエアロと か、はい、なんかそういうオンすることもないですし、ですね、はいはい、本当にスタンダードの形で、はい、そしてリアは1インチ大きくなって22インチの同じホイール、はい、ただあのセンターロックなんでやっぱり根茎部はしない感じなんですよね。そうですね、落とし込みはほとんどないですよね、うん、どうしてもここの構造がある程度スペースを取るので、はい、ちょっとディスクが表に出ると、はい、逆に深くなりすぎない感じと根茎部しすぎない感じがすごい大人だなと思うんですよね。そうですよね、はい、なんか落ち着いた感じがします。ちょっとやんちゃな感じに見せるのも一つの手ですけど、うん、本当におとなしめに見せるっていうのも、まあ、この辺ができるのもオーダー単造ホイールのいいところなのかな、はい、そしてリアもパスパスになっております、はい、でリアの車高もいい感じですね。いい感じですね。でこの辺の車って本当に車高1センチ違うだけでも全然見た目変わるじゃないですか。そうなんですよ。車高に関してはなんとなくの好みを僕のなりに分かっていたつもりなので僕が勝手に決めました。じゃあもう納車の時にはもう好みの車が仕上がってる感じなんですね、はい、そうだと思います、はい、というわけでこんな感じになってます。さあそして後ろに回ってきて、うん、後ろもスポーツデザインで少し形が違うんですよね。そうなんですよ。これスポイラーこれも違いますよね。これも違います。だからいいのか悪いのか、カーボンつけましょうってお話で盛り上がってたんですけど、いざパーツ取り寄せ確認してる時に実はこのスポイラーだとつかないよってことが発覚して、なるほど、はい、ちょっとオーナー様がっかりみたいな。形がそっか、これが出てる分大きくしたりとかできないわけですもんね。できないですよ。言ってみたらもう純正エアロなわけじゃないですか。そうですね。だからあんまりアフターでさらにそれをオンするものはないと。はい。ただ形は割とこうなんですか、おとなしい感じで、うん、そうですね、はいはい、非常に上品な感じします、うん、そして注目のポイントはここだと思うんです。これですね、はい、はい、ご覧ください。なんとアクラポのマフラーがついてると、うん、はい、これ高いやつですよね。高いやつですそうですね。で結構ターボ S とかいい音するじゃないですか。します、純正しますね。でバルブもついてるんで、はい、まあ、バルブの開け閉めをするぐらいはよく聞きますけど、はい、マフラー効果ってあんまり聞かないと思うんですよ。そうですね。だから意外と在庫もなかったようで、うん、たまたまいいタイミングで早めに入ってきたんですけど、変えて正解だったなと思います。なんか国を挙げて作ってるみたいですよね。あ、そうですか。らしいですよ。スロベニアメーカーですけど、なんかもう国がサポートしてみたいな。
そんな話を噂聞きました。なるほど、ね、はい、本当か嘘かは分かりません、はい、そのぐらいこうちゃんとしてるメーカーにも供給してたりしますから、ね、そうですよね、はい、はい、うん、というわけで今回このアクラポのマフラーも出てこれは後ろ、うん、そうです効果だけですよね、はい、はい、というわけで、うん、この太鼓と太鼓をこっそり変えた、はい、そうです。気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います。はい、としてこの車、はい、外装、うん、まあ、珍しいソリクロです、はいはい、スポーツデザインについてます、うん、それだけじゃないんですよね。違うんですよ、はいはい、一番のポイントをじゃあ地下店長の方からご紹介していただいてもいいでしょうか。ちょっと中を見ながら、まあまあ、あの普通といったらあれですけど。普通ですか？内装はパッと見は普通のターボモデルなんですが、はい、私も初めて見て存在は知ってましたけど本当にこれがあったんだなっていう、なんとライトウェイトのパッケージ、はい、あの僕もこの個体を見るまで、うん、あの他で見たことなかった。そうですよね。なんとこのターボ S2、はい、人乗り、はい、そのパッケージの名前が先ほど出ましたけど、うん、ライトウェイトパッケージ、はい、これ内容的にはどんな感じになるんですか。ツーシーターになるのとちょっと正式には分かんないんですけど遮音材とかも相当減らされてる気がします。その名の通り、はい、でこの後ろのガラスこれ熱線がないんですよ。ってことはガラスじゃない、そういうところのポイント、あと見えないところでは相当変えられてる気がします。なぜかというと、はい、オーナー様に許可をいただいて、はい、ちょっとだけ乗らせていただいたんですけど、はい、走った感じとかメカニカル的なノイズ、はい、ミッションとか足の音の入り方が GT3 みたいな音するんですよ。なので相当変わってるはずです。ちょっと詳細を調べたかったんですけど調べきれなかったんです。なるほど、はい、じゃ詳しい方いらっしゃいましたら教えてもらえるんです。教えていただけると助かります、はい、というわけでもう激レアオプション、うん、そうですね、ライトウェイトパッケージがついてる、はい、だ見た目的にもそうですけど、うん、もうそういった乗った感じのフィーリングもまるで変わってる、全く違いますね。だターボ S って今まで幸いにして僕何台かお客様にご購入いただいてるので移動の時に乗ったりとかお客様と一緒に乗ったりって経験してるんですけどまるで違いました。びっくりです、はい、でまあ、もちろんその役付き RS モデルであれば、はい、同じように軽量モデルありますけど、うん、ベースがターボ S ですから、はい、もう装備めちゃくちゃいいですもんね。そうです、もう全部ついてるし、はい、シートだってこれっすよ、18名じゃん。そうです、はいはい、これで2人乗りっていう、ね、細かいことを言うと、はい、この車ってものすごい黒に対するこだわりがあって、うんうんうん、全部黒なんですよ。確かに内装全部真っ黒ですもんね、はい、そうなんです。で通常だともうちょっとこのステッチの色をシルバーだったりとか、はい、うんうんうん、人によっては赤いステッチにいたりって多いじゃないですか、うんうん、もうほぼ黒です。確かにそう言われるとここまで徹底して黒の個体ってあんまりないですよね。ないですよね。戻っちゃいますけどさっきリア映した時に、はい、あの見ていただけたと思うんですけどポルシェのロゴも全部ブラック、はい、あれ塗ってるんじゃなくて最初からの純正オプションの。そうです。でこちらのグレードデカールも、デカール、はい、これもこの色だと白とかグレーとか選びがちじゃないですか、うんうんうん、これあえて黒を貼ってるっていう個体非常に珍しいですね。なるほど。なので統一感というか塊感がすごいです、うん、じゃあそういったもう激レア車も、はい、あの土方店長にお任せいただければ、はい、もうお任せください。探してこれるかもしれない今回こんな車をご紹介させていただきました、はい。で最後に排気音聞いてみたいと思います。お願いします。最後になりますけれども、はい、こんな選択があるんですね。ありましたね。であのうちってどうしても車両紹介、うん、カスタム紹介、はい、ご紹介させていただくのって、うん、割とこう見た目にもインパクトがある車だったり、はい、カスタマイズご紹介させていただくことが多いじゃないですか。そうですね。ただ言っていただければこうやってシックにまとめた、はい、大人のカスタマイズとかっていうのも、うん、むしろ土方さんそっちの方が得意ですもんね。どっちかというとかもしれないですね、はい、なんでまあ車の購入含め、うん、カスタマイズ、はい、まあ、もちろんやるやらないできますん で、 そうです、ね、お気軽にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。